パスについてカボちゃんとともにお届けしたいと思います。カボちゃん、エンパスって何？エンパスとは人への共感能力の強さ、そして様々なことに敏感で、そしてエネルギーや感情がこう混ざってしまい、感受性が強すぎる人のことを指すんだ。ありがとう。そうなんです、エンパスっていうのはこう他人と自分の境界線がとっても薄くて、感情とかエネルギーにとっても敏感な人、混ざってしまう人のことを指します。実は日本人の5人に1人はエンパスと呼ばれています。エンパスの特徴が様々あると思うんだけど、私はこういうことがあったの。友達と喋っていて、そのお友達がとっても辛くて悲しかったことを打ち明けてくれたのね。それでそのお友達は泣くことはなかったんだけど、そのお話を聞いてバイバイって言った後に、一人になった後私は涙が止まらなくてね。そして涙を止まらないのはいいんだけどね、もうああっていうぐらいとっても悲しくなっちゃって、これどういうことなの？そうだね、エンパスの特徴で感受性が豊かで感情に入しやすいっていうところがあるんだけれど、その時はつまりこういうことなんだ。目の前に喋ってくれた、その辛い経験をしたその友達が泣けなかった、しかし君はエネルギーに敏感なので感受性を強く発揮して、その感情を自分の中に取り込んでしまったんだ。だから代わりに、その人の代わりに泣いてしまったっていうことだよ。そっか、よく映画を見たり歌を聞いたりして、とっても感情移入して涙が出ることもあるから、それと同じようなことなのかな。そうだよ、それがエンパスの特徴でもあるんだよ。そっか、ありがとう。あとね、こんなこともあったの。ご飯を食べに行ったら椅子に座ったのに、急にお腹が痛くなっちゃってね、なんでこんなにお腹が痛くなるんだろうって不思議だったことがあったんだけど、これはどういうこと？これはね、さっきも言ったんだけれど、実は君が椅子に座る前に他の人が座っていて、お腹が痛い人が座っていたんだ。だから君はそのお腹の痛みとエネルギーに反応して、自分がお腹が痛くなかったのにそれを取り入れてしまって混ざってしまったんだ。だからお腹が痛くなったんだよ。そういうことか。だからこの痛みが、こう人の痛みが自分の痛みのようになってしまって、とっても辛い時があるんだね。だけどこれってさ、人の痛みも敏感な分さ、人のことを分かってあげれる能力でもあるよね。そうなんだよ。だからエンパスはそういう風に活かしていったらいいんだ。あとね、人混みに行ったらとっても疲れちゃうんだけど、これはどういうこと？それはね、人混みというのはとってもいろんな感情を持った人、イライラした人、楽しい人、疲れている人、そして人をこう攻撃したり嫉妬したり、なんかいろんな人が混じってるだろう。だからね、エネルギーに敏感な人がそこに行くと、いろんな感情、思考、エネルギーをたくさん一気に集中してスポンジのように吸収しちゃうんだ。だから混じってしまってとっても疲れちゃうんだよ。そっか、確かにぐったりしちゃうもんね。じゃあさ、そのエネルギーに敏感な人は一体どうしたらいいの？うん、いい質問だね。実は簡単な方法があるんだ。まず一つ目に、もしあなたが悲しかったりイライラした時、こうやって自分に問いかけてほしいんだ。この痛みや悲しみ、怒りはどこから来ているの？自分のものなんだろうか？そうやって聞いてみてほしい。もしそれでその痛みやイライラしたのが目の前の人が原因だったとすると、こう言ってほしいんだ。目の前のイライラした人の怒りは私の怒りではありません。私はイライラしていません。私は楽しいです。と言葉で脳に命令するんだ。そうすると脳はシンプルだから、あ、そうなんだ。自分は今イライラしていないけれど、目の前の人がイライラしていて混ざっていたんだなと理解するので、それが区別してすごく軽くなるんだよ。なるほどね。じゃあ言葉で自分にそうやって言ったらいいのね。そしてエンパスの人は感受性が豊かなので、音楽やイラスト、そういうアートに使っていったら、とってもこの感受性の豊かさが生かされると思います。ありがとうございます。